一塁の間破っていきました。さあ福田は三塁蹴ってホームへ帰ってくる。タッチはどうだ、セーフだ。今度は福田の足が行きました、はい、イーグルス6回の裏追加点。しかしよく回しましたね今ね、スローイングした感じが、はい、取ってからちょっと持ったような感じがあったんですね、その裏にでも取り返しました。セカンドの頭上を越えていきます。今度はセカンドランナー松井達夫がゆっくりとホームへ。藤田タイムリーツーベースが出ました。この回もう1点追加、5対1イーグルスリードを広げます。そして伊藤監督出ました。藤田にタイムリーを許したところでこの涌井交代ということになりました。気がつくと今の藤田のヒットがチーム10本目のヒットということになりました、はい、やっぱり点を取られ出してから涌井の投球っていうのはもう全然的に高くなってきましたよね、はい、まあ、そういったところかなとしていったっていう感じですよね。涌井に代わりまして藤岡マリーンズピッチャー、まあ、高めに入ってきた球をこの藤田が捉えました。涌井は5点目を失ったところでマウンドを降りました。バッターボックスには3番の銀次です。初球打ちはレフトの前に落ちました。さあ藤田三塁蹴ってホームに帰ってきます。タッチはどうだ、セーフになりました。初球攻撃レフトへタイムリー。この回は三塁ベースコーチ戸橋のコーチが忙しいですね。そうですね、やっぱりもう選手を信じてこうぐるぐる回してますもんね、はい、ここも迷いなく一気に回しました、いやタイミング的には松本さんどうかなと思ったんですけれども。そうですね、まあ、ちょっとこう最初までこうハーフウェイでいたんでね、スタート遅れてるわけですけどね。いやこれもスライディングいいですよね。もうブロックしててほとんどベースで隠れてますからね、そこを回り込んで手でタッチです ね、これでランナーが二塁一塁になりました。さあそして今日ヒット1本を放っている後藤です。三遊間の間セカンドランナーは三塁を回ってホームに帰ってくる。タッチは間に合いません。後藤タイムリー。繋がります、はい、6回の裏の攻撃、フォアボールの後のねファーストストライクね積極的に行きましたよね、この回は5本のヒットが出てるんですけれども長打は藤田のツーベースだけ、はい、あと4本は全てシングル。後藤のタイムリーで銀次がホームに帰ってきました。